あまりパンフレットが売れない時代がついに来たんですよこれはやはり文字離れってやつですか若者の <laughs> そういうことじゃないですね単純に言うとコンサートに行って思い出を買うために人はパンフレットとかよりもそんなは CD とかねそれこそビデオだど何なのでいろいろ近づくことが今できるので T シャツがすごくやっぱりもう。 まあ皆さんもそうだと思うんですけど行ったらやっぱりどんな T シャツがあるんだろうってやっぱりそれ買うじゃないですかどこにどこの今コンサートでも T シャツが一番なんですよ、まあ、T シャツのについに抜かれる時代が来たんですパンフレットがで、それはもうピーンと来ますんであのそういう時のやばい時の信号はすぐいち早く来ることになってるんでそれで T シャツと抱き合わせで売るっていう <laughs> 作戦を考えてるすごいでしょ、うん、もうしかもですよ <laughs> いわゆるいろんな種類の T シャツを作るわけですけどコンサートではでもこの,この T シャツはこの今ここに着てるこの T シャツが中に入ってるんですよ民生君が着てるすっごいでしょこれは俺もやったと思ったんですよ <laughs> おほらもう裏はこんなバックプリントもこれはあの。 えー、いつも民く君のいろいろ T シャツのデザインしてる人が作ってるんで内容もなかなかかいいんですよでしかも民く君ってすごい面白い人なんでスタッフスタッフを出したいということでこれは民く君なんですけどもスタッフが出てんですよ裏は <laughs> みんな,なんかいろいろ PA の人だったりいろんな人が出てくるんです毎回ここには舞台監督の人とか。 出てくるんですけどこれは原田さんっていうマネージャーの人なんですけどこの時は「ゴールドブレンド」っていうもう今もう閉じちゃってて開けの面倒くさいんで嫌ですけどあのみんな金髪になろうっていうであんまり意味がないんですけどスタッフ全員金髪になったんです当時のパンフレットからツアーのスタッフからみんななったんで5 6 0人じゃないですかねツアーの方まで入れたら全員金髪ですよそのツアー中。 バンドもみんんなな金髪なんですよでも残念ながらこの人はだいぶ僕,と僕より一つ下なんですけどもすっかりっっちゃってるんですよねかなりあの本当に頭のいい人なんで先に行かれちゃってる人なん,ですよなんで原田さんは残念ながらなかったんで表紙の裏に原田さんを使うことは <laughs> あんまり決まってなかったんですけど勝手に原田さんにしちゃって。 で勝手に民生君のこれを切り抜いて <laughs> ここに乗っけたんですよすごいスタッフは喜んでましたけどね本人はすごく嫌がってましたけどまあそりゃそうですよねそういうもんです。なんでそういう嫌がらせをしつつでもいよいよ時代はほらもうパンフレットが売れなくなってついにここまで来ました。<laughs> DVD うわ動き出しそうなパンフ <laughs> いろいろ考えたんですけどもパン,フパンフレットが売れないんだ売れなくていろいろなもう例えばなんかちょっとしたチップでこうやってそのチップを売ってそれでパンフレット代わりにしようとかいろいろ考えたんですけどもいやそれも面白くないっていうことで一応動かなければ契約上を 引っかかららないらしいしんですつまりアーティストにいろんんな契約してんですよレコード会社との契約とかいろいろあってその中でその声を歌ってはいけない人もちろんそんなことしたらあちこでうちで歌っちゃうじゃないですか。これは自分のところのパンフツ,アーパンフツアーパンフレットで自分のところのものなのにもかかわらずここは契約が別なんですよ。これは事務所の側のものもで いわゆる CD とかはそういう DVD とかは、まあ、レコード会社のある種権利を持ったものなんですよだからここでは、まあ、歌えないんですなんでしょうがないんでまず動いちゃいけないっていうことで動き出しそうなっていうんです写真みたいに <laughs> DVD なんですけども始まるとカシャって音がしてずっとこうタミ民生君が止まってんですけど。 やっっぱりこうどうしう T シャツいやスパゲッティ食ってくだそれで,で、まあ、浅草とかに行ってあのローでできたスパゲッティにフォークがフォークが刺さってるやつ <laughs> あれであれをこうやって持ってもらってスパゲッティ食ってるみたいな絵をするんですけどどうしてもふ震えるんですよ。で「震える写真集」っていうサブタイトルがついてるんですけどこれをこれを出して。 割とこれはやっぱりいろいろストーリーを亀芋 <laughs> も考えてくれてただ撮影にこれも2日ぐらいかかるんでだいぶ本人にしてみたら負担がかかるんですけど面白いからって言ってやってくれるんですよね。なんんんんか時代はどんど,んど,んどん変わってってちゃうんですよねというわけでパンフレットは他にはざっくりバービーボーイズってしってますかあのコンタっていう人と京子さんっていう。 ツインのボーカルでそれで割と男と女のなんかちょっとこういろんな恋愛のこととかなんかいろんなことをやるんですけどもこれはその時に作ったこれ湯村た良さんでこちらが湯村照彦さんまあご夫婦なんですけどで作って真ん中に穴を開けて全部中身もだからその穴がこうなんとなく生かされるようなデザインをちょっと考えつつ作ったやつなんですけどこれはあの単純にここに どうううしててもこういいう穴をを見るると人って指を入れたくななじゃないですかその指をこっちから入れるとこっちに指が出るっていうそういうだけの大人のおもちゃみたいな音なんですけどまあそういうことが好きだったりとかするんで「えー、世界一長いパンフレットを作りたい」っていうんで横にこうバービーボイズのこういうのがずっとこうこういうねずるずるずるっとこうただひたすら長いだけのパンフレットを作ってみたり。 世界一熱いツアーパンフレットを作ろうって言って200ページぐらいの分厚いパンフレット作ったりなんかメンバーそれぞれに分けてやろうって言って全部こう分けた観音開きのこうもっとすごい何開きっていうんですかあの横尾さんがサンタナでやったみたいなあんなの,あ,のあんなの作ってそれをこうやってあの段ボールに筒に入れて、えー、出したんですけどそれも結構。 なんかそれぞれが好きなことができるのでメンバーはとても楽しいみたいなんですがただちょっとその周りをこうそれをま,あまとめるために作った段ボールのサイズが1ミリぐらい大きかったみたいで緩かったんですよライブも当時はすごいそれこそ遠いところから来てる子たちもいてある日会場の外を見たら。 パンフレットが駅に向かって落ちてんですよ。みんなやっぱり慌てて帰るから。外の段ボールだけしっかり握ってこうやって振って走って帰るじゃないですか？そしたら中身だけストーンって抜けて。もうこう中野の駅までサンプラザからこう。転々と十何冊をしてたりとかしてすごいかわいそうなことしたんですけど。 それは僕のせいいじゃないですか、ね、印刷屋さんがサイズ間違えただけなんで僕のとこに来ないでくださいよ。えー、これは渡辺和美さんのやつだこれは、えー、とトレーシングペーパーをにすったやつ、えー、これは KID ってキョンキョンのツアーパンフレットでえっ、ー、と ID っていうあの雑誌のパロディみたいなのを作りたいって言ってでまあやったんですけどこれは ID ってディー ってい,うあのいわゆる向こうの編集長の、えー、テリー・ジョーンズだっけっていうなんか、まあ、編集長がいいんですけどその人が来てすごい褒めてくれたというパロディーしたのにすごい褒めてくれてで「面白いから」ってどん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 調子に乗っちゃってババックナンバーとかも勝手に作ってみたんですよもうその上自分一人ではこれは大変だと思ったんでいろんなデザイナーに。 みつおっていうあの AD の新藤さんのとこにだたとかあの坂本志保っていうとこを彼女に頼んであの岡崎京子に漫画描いてもらったりとかなんかいろいろして作ったんですけどもこれがツアーに間に合わなかった何箇所間に合わなかったのかな,なんか7箇所とか。 全部で十何箇所ぐらいしか回らないツアーなのになんか大問題になってあ十何箇所ってことはないかそ,それなのに間に合わなくてですねそれ以来小泉さんのパンフレットはやってないんですよ。<laughs> えっと音楽だけじゃなくてパンフレットを作りたいっていう劇団で「わはは本舗」っていうのが。 えー、シェイクスピア劇場っていうところで今はジャニーズとかやってるところあそこで <laughs> やったんですけどなんかアートブックみたいなのがいいって手作りでやるからって「本当って言ってやりましてえー、っとなんか一応村松俊文っていう役者さんなんですけどあの今さんまさんのやつに出たりとかしてこれここにこの乳首に毛が生えてんですよこの人。なんで本物の毛をここに貼ってみました。 すすごいい気持ち悪いです <laughs> 一応バンドエイドを止めましてでこ,この中にこうビリビリにこれをビリビリに破いたものが入ってたりとかですねこういう変態なことをいっぱいずっとしてるやつなんですけどあと何だろうあ南京さんが結婚したあともう分かりましたけども今更何だって言わないうじゃな生写真を載せたりとかですね、えー、あとはですねここに地図を貼りましてほらと。 宝の地図なんですけど実際に下北の <laughs> 近所の公園に宝物を埋めてそれでそれの地図を載せてそれで誰かが撮るんじゃないかっていうそういうのをやってみたりですねなんかいろ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 ねこういうのをしたりとかするとね面白いんですけどまあいずれにしても今やね若者は本を読まなくなるし物を買わなくなるし。 まあ時代というのはそういうもんなのかもしれませんけどもまあ今だからといってさっきのユニコーンみたいに再結成したらパンフレットを作ってくれたりとかするほらこうやるとね <laughs> 原田さんになっちゃうでしょ <laughs> 本当にこうやって間違えて印刷屋さんが間違えてこうやって入れてきたのがあってかわいそうに「返品!」って言われてましたよね <laughs>。で, <laughs> でも こういうものに何か一生懸命打ち込んだりとかできるっていう環境そのものがすごくやっぱり音楽っていうなんて言うんですか僕はあの音楽をそれこそ10代の頃から本当に音楽が楽しくてしょうがなくってその音楽そのものになんとか近づきたくってそれでこう音楽 とと自分がでできることの間でそれでこうやってツアーパンフレットとかレコードジャケットとかそういうのがやりたいって思ったりとかしたんですけどもまあ最終的にはでもまだ近づいてる気がしないので最近は自分でバンドやったりとかしてるんですけどこれが悲惨なんですけどもやはりですねあの基本的に音楽が好きなだけで音楽が得意だったわけじゃないんですよね。 だから好きだけの気持ちでどこまでいけるのかっていうのを今実験してるんですけどえ3年目になりますけどもえ去年ついに税務署の人から「音楽活動に関してはいかがなものかな」と <laughs> 見直すようにと言われておりまして「経費だけで全然収益が上がってないじゃないか」確かにそうなんですよね。